どうも田中でございますアメコミデビュー今日紹介するアメコミはババンシャザム今日はシャザムです前にリクエストもあってたのリクエストもあってたからやっぱりね答えておかなきゃいけないこのシャザムの面白いところ 紹介していきましょう。まず言っとかなきゃいけないのは、このシャダムってすっごい典型的なアメリカンコミックのヒーローなの。本当に典型的なんですね。僕今まで色々とアメリカンコミック紹介してきました。ミラクルマンだとか、シビルウォーっていうシリーズだとかね、バットマンであるだとか、キックアスターとかね、ここら辺色々と紹介させてもらってたんですけども、このシャダムは、その今まで紹介してきたようなアメリカンコミック、あるいはクロスオーバー作品とか、うんぬんのああいう手法とか、何もないんですよ。僕この単品だけのストーリーです。 単品だけのストーリーで何の変化球もないんですキックアスは現実でヒーローになるためにはここまで危機外でないとできないっていうことを見せてくれるわけですね。で、ミラクルマンは本当にヒーローになるためにはもうファンタジー要素を SF チェックに描くしかないっていうのを見せてくれるんですね。で、このシャザムはね、子供はヒーローになるのが夢なんだ。だからその夢叶えようじゃないかっていうのがこのシャザムです。それが、 このアメリカンコミックを象徴している。なんでかっていうとね、すっごい白黒はっきり分かれてるんですよ。もう、正義のヒーローがいる。その正義のヒーローが悪を倒す。これだけなんです。物語として。本当にそれだけです。ポロッと。 プロットのまんま。普通アメリカンヒーローっていうのは大人なんだけども、このシャザムは子供であるっていうところが、シャザムの魅力なわけですね。要は子供が何かしスーパーパワーを手に入れるっていうのは、このシャザムことビリー・バットソンなわけですよ。で、このビリー・バットソンがシャザムに変身して、最初は自分の力に戸惑いながらも、最後はその自分の力を使って、仲間を助け、そして悪をやっつけ、そして、めでたしめでたし、もうこれだけです。プロットこれでしょプロットこれを、ほんとそのまま、 なぞっていくんですね。気持ちのいいアメリカンコミックでございます。あこの裏帯にね、書かれてるのがね、ニューヨークタイム史、ベストセラーランキング1位を獲得したバットマン、アースワンを手掛けたクリエイティブチームがニュー52、えー、でシャザームに新たな息吹を吹き込む。一位をんるが分かるというのはその典型的なヒーローなんです。本当に典型的なんですね。何度も言いますけども、本当に何の変化球もないです。何の変化球もないからこそ、すごくアメリカンヒーローとしてのスタンダードを見せつけてくれてるんですね。でこれは、まだまだ第1話。 と言って過言でないと思います。まあ、ビリー・バットソンが初めてこのシャダム、要はスーパーヒーロー、スーパーマダ、怒涛の力を手に入れるというまでの流れしか描いてないですね。バットマンビギンズみたいなもんです。この話の続きはまだね、原初の方でも、 確かまだなかったと思うんですよ。だから2巻でね、まだまだ先だと思うんですけども、この2巻が出るとき、それなりに変化球を仕掛けてくるんじゃないかなと、楽しみにしているんですね。ほんまのアメリカンヒーローって本当はこういう漫画なんだよっていうのを知りたい人はね、このシャダムぜひ買ってもらったらいいんじゃないかなと思います。このシャダムのね、ちょっと中もも、ちょっと見ていきましょうか。まず主人公、シャダムことビリー・パットソンですね。ビリー・パットソンがそのシャダムに変身する前でございます。これですね、これがビリー・パットソンです。まあ、この顔覚えておいてくださいね。 これがシャザムに変身する直前のビリー・バットソン。で、このビリー・バットソンがシャザムと叫ぶことによって、シャザムに変身する。まあ、スーパーマンみたいなものに変身するっていうのがこの漫画の魔法の言葉。は油かたぶらみたいなもんですね。シャザムに変身者との、これがビリー・バットソンだった男の子です。 すっごい面影あるんだけど、すっごい老けたなというのがよくわかる。ここら辺がね、ギャップがあって好きなんですけど、これが変身したての時なんですけどね、自分が力強いなと感じる、この電気パチパチ走ってますよね。この電気の力をシャザムは操っていると。このシャザムのこの電気の力を見た時に、自分の力強さを感じる。そしてここに二の腕の拳を作ると。 いう行為をここで知るわけですね。この行為よくやってるんですよ。俺って強いだろってやるときに、ここの膨らみを見せるっていうのは典型的だと思います。すごい力強さの典型的なポーズだと思うんですよ。で、この典型的なポーズを正義や味方のシャダムがやる。じゃあ、その悪のヒーローはどんなことをするんだと思ったらね、敵はブラックアダムという名前です。そのシャダムとほぼ同じ、えー、同じ力を持っているブラックアダムが敵なわけです。見た目もよくシャダムと似てるんですけども、それが初めて地上に降り立つ、そのシーンがこちらでございます。これですね、もう、 ここに、サーンって書いてるんですけどね。もうこれがね、10.00に見えるぐらい綺麗にね、<laughs> 落ちてきてるんですね。これが僕すごく面白くて。 なんでこうやねん。日本人だったらなんか忍者とかね、ああいうようなイメージでこう、ストーンとできるだけ音を立ててあるいは音を立ててでもな、弾丸のように自分をこう丸めて落ちてくるような、そこになんか重さとかを見せるんですよ。そうじゃないんですね。アメリカンヒーローは華麗さを見せるんですよ。いかに華麗に落ちてきてるのか、いかに華麗に飛んでいくのか、いかに、それが雄大であるのかっていうのをね、華麗さの中に見せつける。これがアメリカンコミックのヒーローのポージングであるというののことをね、僕は言いたい。こういったね、ポージングっていうのは別にこのシャダムだけじゃないんですよ。今まで紹介してきた中のシビルウォーであれば、ウルバリのね、 独特のね、爪を使った時の決めポーズみたいなのがよくあるんですよ。スパイディであればこう、糸から吊るされて逆さ麦であぐら描いてるだとか、こういったシーンがお馴染みでございます。でもそれってね、シュッとしててかっこいいだとか、クールにかっこいい。ちょっとね、鼻高い感じがするんですね。そうじゃないともう、男は拳だ。男は優雅だ。優大だ。っていうのを見せるときはね、もうこうなわけですね。シュンとこうしてくれ これ敵ながらあっぱれな登場の仕方だと思ってね、すごいって楽しんだんですけど。で、ビリーバートソンはこうやってる。このね、シャドウもね、子供に人気出るんじゃないかなと思ったんです。アメリカンコミックっていうのはいや、子供がヒーローってほとんどないわけですよ。子供がヒーローないわけじゃないんですよ。もちろんキックアウトも子供がヒーローでした。 でも、シャザムは子供がヒーローだし、子供がスーパーマンと同じ力を神様からの授かり物みたいなもので急にもらうわけですね。ここら辺にね、夢があったりするんです。この夢を持たせてるちゃんとしたスーパーヒーローだからこそシャザムはここまでヒットしてるんだと思うんですよ。もともとシャザムってキャプテン・マーベルで、まあ元も、本当に同じような話しちゃったんですよ。子供がそういうスーパーパワーをもらってで、スーパーマンの怒涛の力を持っていると。でも、キャプテン・マーベルっていう名前のせいでね、 キャダムはほとんど登場しないようになっちゃったんですね。もちろん、全くって言っても登場するときは登場するんですけども、すっごい人気あるにもかかわらず、DC ど真ん中になれなかった。というちょっと悲しい話でもあるんですよ。で、それをこうやって、ね、蘇らせてくれているジェフ・ジョーンズとゲイリー・フランク。この二人には本当に感謝しなければいけないです。これを見たときに本当にアメリカンヒーローっていうのはやっぱこういうことですよって。 もともとこういうところからスタートしているんですよっていうところを見せつけながらシャザムもそこからスタートしていっているところにこれからシャザムってどうなっていくんだろうっていう楽しみた、楽しめるところがあるわけですよ。僕はさっきも言いましたけどもバットマンビギンスみたいなもんだと思ってるんです。3部作かどうかわかんないけどもこれはあくまでも始まりでしかない。だからこれを見てこのアメリカンコミック面白いか思う人いるかもしれないです。もう僕はね、間違いない。そう思うタイプ。<laughs> 苦手なんだよ。あまりにも、あまりにもストレートすぎるアメリカンコミックっていうのはちょっと僕はね、苦手なんですよ。あの、苦手っていうのは、その作家性を匂うところまで来ないんですよ。作家の方がアメリカンヒーローによりすぎる作品っていうのはちょっと僕はね、苦手なんです。面白いんですけども、心の底から面白いと思えない。史上最強の弟子健一を心の底から面白いのかって言われたらそうじゃないよと。じゃあなんでお前買ってんのなんでお前好きだと言ってんのっていうの、 いっぱいがあるからって話なんですねじゃあシャンさんも何があるのって言うのは希少転結をきっちりとアメリカンヒーローとして描いてるから本当に何の色付けもないもうスポンジケーキがここにあるわけですよ今からデコレーションしていきますよみたいな状態にあるんですね今回僕は面白いなと思ってるんです こっからどんどんいろんなことできちゃうんじゃんっていうところが僕面白いなと思ってるところだし、この一環だけだったら、なん、んーっていうところももちろんあります。そういったところも込みで、シャダムっていうのはアメリカンコミックのど真ん中を本当に知りたい。僕が今まで紹介しているアメリカンコミックっていうのは、ちょっとした変化球がほとんどなんですね。僕はそういう変化球から見るその作家性とかを楽しみたいっていう人間なんですよ。で、このシャダムは先ほど言ったような形ですっごいこの作家たちがヒーローを ちゃんと描こうとしてるわけですね。ここをすっごいちゃんと分からないといけないです。これヒーローを描こうとしてるからこういう作品になってるんだと。自分たちの作家性をこういう、要は生まれたてと言っていいと思います。キャプテン・マーベルが連載されなくなってどれぐらい経ったのか僕、ちょっと僕自身も分かってないんですけども、それからもう本当に久しぶりに連載される、1から連載されるっていう状態の 要は赤子なわけですよ。新たな赤子として生み出すにあたって、自分たちの作家性を100%出してしまっていいのかって考えた時にそんなわけないじゃないですか。やっぱりシャザムっていうのはこういう物語なんだ。こういった話なんだっていうのをちゃんと分かってもらわなければいけない。そういう意味でやっぱしこの作家さんたちはね、もうよく分かってらっしゃる。だからシャザムに寄り添ったんです。寄り添ってそのちゃんとしたヒールーを描いて。そしてみんな待ってたわけです。もうずっとそういう変化球でちょっとややこしい話が多いと。アメリカ人みんな、おいおい、もうこんな話ばっかりもう十分だよ ものすす。ごいところなわけです僕が今までおすすめしてきたようなアメリカンコミックが好きな方はね、これを読んだ時、ちょっと物足りないと思うかもしれない。でも物足りないって思うかもしれないけど、これこそが最初のスタンダード、つまりこの赤子の生み方っていうのを見た方がいいです。往年の名作をね、復活させるなら。 全く違うものにするのが、い,いえ違うと。スタンダードな、ちゃんとしたヒーローをもう一度最初から作り直すようにしよう。ちゃんとこのシャダムはもう一度作ってあげようっていう、この作者たち、あるいは DC 側、この出版社側の愛があるわけですね。それだけやっぱしこいつは真ん中にいて欲しかったんだと思うんですよ。まあ、そっから全然,全然連載されてないが、これがどうなるかわかんないんだけど、やっぱシャダムっていうのはそれだけ大事にされている。 すごい愛されるべき名作というふうに捉えていいんじゃないでしょうか。僕自身すごく熱く語りたいなと思う部分があるとすれば、こういった作り方にあると、こういったまだまだこれから先のシャダムをよろしくお願いしますみたいな作者たちのね、メッセージがそういったところにあるわけですよ。そこら辺が読み取ったりしなければ、本当に特に面白みのない典型的なアメリカンヒーローですねってだけで終わっちゃうんですけども。 こういった作品を大々的に作っているところ、こういった超人気作品だったやつをこうやって復活させているところに価値があるわけです。ということで、これが僕がおすすめできるラインのシャダムでございます。はい。もっとね、アメリカンヒーローのことを知っている人にね、聞いた方が面白おかしく、伝えてくれるかもしれないんだけど、僕が伝えれる範囲としてはシャダムこれぐらいでございます。ちょっとね、ご期待に添えているかどうかわからないですが、僕はこれが限界でございます。はい。ということで、シャダム。アメリカンヒーローの 本当のスタンダードというものを見たい方、ぜひとも読んでみてください。いい体験になるんじゃないでしょうか。はい。ということで、今日はこの辺で、ね。またねー。